そろそろ決めなきゃいけない。俺の巨人の継承者を。私が引き継ぐ。お前じゃダメな理由は多すぎんだよ。じゃあ他に誰が。俺だ。全てを捨てて、全て忘れて生きようって。土地狂って死に急ぐようなこともなく、いついかなる状況でも優れた判断力を発揮できる稀有な存在、それが俺だ。なくていい。好きに生きていい。お前は憲兵になって内地で快適に暮らしたかったんだろ。そうしろよ。終わった。終わった。だからもう昔のジャンに戻れよ。いい加減でムカつく生意気な野郎に。じゃあ、内地に行かなくても、お前の脳内は快適だと思うぞ。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はぁ、つまんねえ人生だった。前衛の先輩方はほぼ全滅だ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。なぜ止められなかった。向いてないよ、リーダーとか。ジャンの方がよっぽど向いてる。今にわかるさ。どうだろうな、それは。ジャン、お前はみんなを先導しろ。お前の腕が必要だろうか。そして感情任せに生きるのが現実だって。お前それでも兵士かよ。俺が指揮役に向いてるとは思えねえ。甘いこと言うな。一体いつまでやりゃ終わるんだ。あと何殺せば。外に投げる。それでいいな。とりあえず俺たちはまた生き残った。子供を空から投げ捨てれば、この殺し合いが終わるのかよ。もうお前らは戦わなくていい。好きに生きていい。ミカサを傷つけたってどんな風に。もういい。いや、よくねえよ。どう傷つけたのか話してくれ。お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。ごめん。それは一体どういうことだ。頬の傷はかなり深いみたいだな。それはいつ負った傷だ。あのな、ミカサ、誰しもお前みたいにな、エレンのために無償で死ねるわけじゃないんだぜ。何があったの？おい、怒らずに聞いてほしいんだけど。お前、マルコ、ジャンは強い人ではないから、弱い人の気持ちがよく理解できる。それでいて現状を正しく認識することに長けているから、今何をすべきか明確にわかるだろう。ジャンの指示は正しかった。だから僕は飛べたし、こうして生きている。訓練兵、彼の名前がわかるのか。確か、いねえと思ったら。彼の死に、でも兄が関わってると言ってましたよね。もう兄から聞いたんですか。何があった。マルコの死の真相を。誰か、誰か、こいつの最後を見たやつ。仲間の死を利用して、俺のあいつで、死んだ。俺が現実ってもんだろうな。夢か幻でも見ようとしてたのか。みんな後悔してる。こんな地獄だと知ってりゃ
兵士なんか選ばなかった。兵士になんかならなければ、次は誰の番かなんて考えずに済んだ。出てこい！戦わなきゃいけないことくらい。でも誰もがてめえみたいな死に急ぎのバカにはなれねえ。マルコは死んだ。誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。どんな最後だったかもわかんねえよ。あいつは誰も見てないところで人知らず死んだんだ。なあマルコ、あのまま耳を塞いで部屋にこもっていたかった。どれがお前の骨だかわからなくなったよ。でもそれじゃあ骨の燃えかすな俺を許してくれ。何をすべきか。俺はまだ調査兵団です。もちろんリヴァイ兵長、俺は人と戦うなんて間違ってると思ってました。そんなことをいきなりやらせる兵長のことを、人に手を下すのが怖かったからです。でも間違ってたのは俺でした。次は必ず撃ちます。お前は本当に間違っていたのか。しまった。外した。お前何のつもりだ。何をすべきか。俺は調査兵団になる。君は勇敢な兵士だ。これからもよろしく頼む。まだ調査兵団です。全て忘れて生きようって。家は当然セントラルの一等地を要求する。朝だろうと昼だろうと上等の酒をかっくらってやる。誰にも文句は言わせねえ。嫁も子供も孫の代まで幸せに暮らせる権利がある。何も聞かなかった。引くな。